第九章、一節から六節イエスは十二人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と剣能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。 下着も二枚は持ってはならない。どこかの家に入ったら、そこにとどまって、その家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証として、足についた誇りを払い落としなさい。十二人は出かけていき、村から村へと巡り歩きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒した。 七節から九節。ところで、両主ヘロでは、これらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのは、イエスについて、ヨハネが死者の中から生き返ったのだ、という人もいれば、エリアが現れたのだ、という人もいて、さらに、誰か昔の預言者が生き返ったのだ、という人もいたからである。しかしヘロでは言った。 ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう耳に入ってくるこんな噂の主は。そして、イエスに会ってみたいと思った。十節から十七節使徒たちは帰ってきて、自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。 群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので、十二人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば、周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。 私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。この全ての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに 人々を五十人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして、 残ったパンのくずを集めると、十二カゴもあった。十八節から二十節。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているか、とお尋ねになった。弟子たちは答えた。先霊者ヨハネだと言っています。他に、 エリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それでは、あなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。二十一から二十七イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、 次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭子長、立法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者は、 それを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も、自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときに、そのものを恥じる。 確かに言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、神の国を見るまでは、決して死なない者がいる。二十八節から三十六節。この話をしてから8日ほど経った時、イエスは、ペトロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて、祈るために山に登られた。祈っておられるうちに、 イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると、二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると、栄光に輝くイエスと、 そばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとしたとき、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。 ペトロがこう言っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので、弟子たちは恐れた。すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。その声がしたとき、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを、 当時誰にも話さなかった。三十七節から四十三節。翌日、一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時、一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取りつくと、 この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたができませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。 あなたの子供をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し、引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆、神の偉大さに心を打たれた。四十三節から四十五節。 イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。弟子たちはその言葉がわからなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。 四十六節から四十八節。弟子たちの間で、自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。イエスは彼らの心のうちを見抜き、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。私の名のために、この子供を受け入れる者は、私を受け入れるのである。私を受け入れる者は、 私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。四十九節から五十節。そこでヨハネが言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました。 イエスは言われた。やめさせてはならない。あなた方に逆らわないものは、あなた方の味方なのである。五十一から五十六イエスは、天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。そして、先に使いの者のを出された。彼らは言って、 イエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら、天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか、と言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。 そして、一行は別の村に行った。五十七節から六十二節。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従って参ります。という人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、 人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさい、と言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてください、と言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。 主よ、あなたに従います。しかしまず家族に糸まごいに行かせてくださいイエスはその人に「隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない」と言われた第十章 一節から十二節。その後、主は他に七十二人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に二人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。行きなさい。 私はあなた方を使わす。それは、狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持って行くな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まず、この家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、 その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また、神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。 しかし町に入っても迎え入れられなければ広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の誇りさえも払い落としてあなた方に返す。しかし、神の国が近づいたことを知れ、と。言っておくが、かの日には、その町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。十三節から十六節。 コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところでなされた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい、灰の中に座って食い改めたに違いない。しかし、裁きの時には、お前たちよりまだティルスやシドンの方が軽い罰で済む。また、カファルナウム、 お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、黄みにまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのである。十七節から二十節。 七十二人は喜んで帰ってきて、こう言った。主よ、お名前を使うと、悪霊さえも私たちに屈服します。イエスは言われた。私は、サタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を、私はあなた方に授けた。だから、 あなた方に害を加えるものは何一つない。しかし、悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろ、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。二十一節から二十四節。その時、イエスは精霊によって喜びにあふれて言われた。 天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです。父よ。これは見心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父の他に子がどういうものであるかを知る者はなく、 父がどういう方であるかを知る者は、子と子が示そうと思う者の他には誰もいません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて、彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちは、あなた方が見ているものを見たかったが、見ることができず。 あなた方が聞いているものを聞きたかったが、聞けなかったのである。二十五節から三十七節。すると、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかイエスが、立法には何と書いてあるか。 あなたはそれをどう読んでいるかと言われると彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさい。とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。 しかし、彼は自分を正当化しようとして、では、私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはげに襲われた。追いはぎは、その人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司が、たまたまその道を下ってきたが、その人を見ると、 道の向こう側を通って行った。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通って行った。ところが旅をしていたあるサマリア人は、そばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って、傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして、自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。 そして翌日になると、デナリオン銀貨二枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら、帰りがけに払います。さて、あなたはこの三人の中で、誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。 そこでイエスは言われた。行って、あなたも同じようにしなさい。三十八節から四十二節。一行が歩いて行くうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは、 主の足元に座って、その話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのため、せわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、 あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。